思ってこういう用紙でしょっていう、まあ、そこの英単語だと全部読むのもめんどくさいけどもうちょっとフレーズになってて短いっていうことで意味をつけてもらわないとなんか頭に残りにくいなって感じは最高じゃないですか。おお、改定してくれと、改定してくれと。さあ、では始まりました森哲人です。さあ、今回は和尚さんにおいでいただきました。はい、今日はスタジオ自分のとこかんない。キャスダイス TV の小林です。キャスダイス TV 大人気のチャンネルなんですが、はい、やっぱり参考書企画とか、はい、結構いろいろやってると思うんですけど、はい、まあ、最近ちょっとねあの学歴中で叩かれてますけど結構ねいろんなところがチク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 やってきて、はい、うわーってなってると思うんですが、はい、キャスダイス今ね新学校大学軍参考書、うん、学歴中学歴中じゃないんだけどまあまあいいでしょういいでしょう、はい、英単語のね企画もやってらしたので小林さん目線で聞いてみようかなと。あ、僕目線で、はい、はい、いろいろなものをちょっと聞いていこうかなと思ってて、はい、そうですね、はい、行きましょう。まずどれか。じゃあ最初はやっぱり王道シスタンスかね。はい、まず小林さんの時代が王道になってました。え、王道ですよ、有名でした。ただターゲットかシスタンかっていう時代に入ってで、まだストックリープはない時代ですから、うんうん、速単かシスタンかターゲット戦略、そうね、もう鉄壁すらないですから、はいはいはい、この3つから選んでる子っていうのが多かった。そうですね、はい、うちはもうここでしたね。ああ、そうですよね、はい、であとは僕の時代だと変わってる子はデュオ。そうだ、デュオさんもありましたね、はいはいはい、っていうのはありますね、はい、ただまあシスタンはやっぱりそのミニマルフレーズですから新しい発想で、やっぱ速読英単語だと全部読むのめんどくさいけど、うん、もうちょっとフレーズになってて短いということでシスタンを使ってる子っていうのは結構多かったと思います。なるほど、はい、ただまだまだその、まあ、僕ねそこ十数年前なんで、うん、いわゆるターゲットでゴリゴリやってこうよっていうのはやっぱりまあ世の中のメインではありましたね。なるほど、はい、どうですか小橋さん的にはこれ使いやすさとか。僕は実はミニマルフレーズあんまり好きじゃないんですよ。おお、なるほど。あのなんか入ってこない感じがするんですよ、ね、ほいほいほい。僕デュオも好きじゃないんですよ。おお、そこまで意味を求めるんだったら僕速単にいっちゃいたいタイプで。おお、なるほど。もう文脈をなんか頭に入れちゃって、うん、あ、こういうストーリーだったな、だからここの意味だったなってやりたいんで、うん、フレーズで覚えていくってなんか覚えることが増えてる気がしちゃって、うん、なるほど。僕個人としてはあれなんですよ。ただ、うん、なんか意外と生徒たちはいや楽しいっつって使ってるんで全然悪くない本だと思いますし、そうですね、比較的改定されるんで、まあ、新しい内容にも比較的なってるっていうのはありますね、うんうん、特にこの2冊ターゲットとシスタンは改定がある程度されるんで、うんうんうん、悪くないと思いますね。なるほど、うん、ミニマルフレーズはいいんですけど例文がないっていうのはやっぱり、はいはい、うーん微妙かな。フレーズだけだと、はい、そうです、足りないって感じですかね、はい、やっぱり文章で書いてある方が僕は残るんですよ頭、うん、例えば控えめな服装とかって言われても、はいはい、そこだけじゃなんか残らないじゃないですか、うんうん、例えば彼の妹は控えめな服装だったとか、はいはい、なんかそこまで文脈というか、うん、意味をつけてもらわないとなんか頭に残りにくいなって感じはするんですよ。おー、なるほど、はい、でもまあ別に全然いい単語書だと思いますね、はい、次じゃあこっち。そうですね、ターゲット、ターゲット僕はでも一番実はターゲット好きです。おお、そうなんですね、はい、だって単語なんてご利用しでしょっていう、はいはい、個人としてはね、ただやっぱり生徒はいやそんなご利用しされてもみたいなのがあると思うんで、うんうん、ターゲット1900じゃないって子も多いと思うんですけど、まあ僕はもうなんか気合でやってきた人間なんで、はいはい、とりあえず何でもいいからあれされてそこもひたすら覚えるんちゃいって子が、うんうん、まあいいかなって思いますけどね。ただちょっとターゲット1900後ろの方も難しくなってくるので、はい、そうですね、はい、だから例えば、パート2かなまでやるとか、まあちょっとこう場所を分けてやるでもいいと思いますね、うんうん、あとは一応例文が右側にちゃんと完成された文で載ってるんで、はいはい、まあ例文が素晴らしい文化というのはちょっとちょっとまあうんっていうのあるかもしれないけど、まあよくも悪くもスタンダードだと思います、うんうん、はい、じゃあまあ小場所的にはターゲット、自分がもし勉強しなきゃいけないならターゲットとか、あとバスタンですよね。おお、はいはい、バスタン10級も似たようなレイアウトなんで、うん、もう上から覚えていきましょうっていうのが僕は好きですね、うんうんうん、そうするとじゃあ次速単、じゃあ速単、はい、速単は好きです、はい、そう言ってましたもんね、はい、速単は本当はなんかみんななんか文句うるさいなと思うんだけど、はいはいはい、なんかまず別に単語帳のところで覚えればいいじゃないですか、はい、ああなるほど、文じゃない、そうそう、でだんだんなくまあ半分とか6割ぐらい覚えたなってなったら文とか読み出して、うんうん、それで覚えてって、ね、音読に使って音声も使って、はい、最高じゃないですか。おただなんかまあ文があるとなんかどうのこうのって結構文句言われるんで意外と人気ないですよね。そうですね、うん、なんでって思ってめちゃくちゃ僕は好き、私が使っていた単語帳はこいつです、はい、これすごい好きです。それか例えばシスタンとかターゲットで勉強してって
ある程度のレベルになったら即単でその音読教材として使うとか、はいはいはい、もしくは例えば単語力を上げたいっていう人よくだからシスタン使って鉄壁使う人はどんだけ被らせるんだと僕思うんで、はい、シスタン使って速読英単語の上級編を足しつつ音読教材として使うとか、なるほど、そういうのもありだと思うんでいい本だと思いますね。まあ、改訂されて見やすくなったし、あと必修編の最後とかの文章の説明とかも入ったので、ああそうですね、なんかめちゃくちゃリーズナブルじゃないと思うんですけど、1000円ですよこれは。すごいと思いますけどね、はい、いい本だと思います。小橋さんは Z 会からの案件をお待ちしております。いや、もうあの塾講チャンネルで Z 会ちょっと叩いちゃった。あらららら、はい、案件は待ってないんですけど、はい、じゃあ次どうですかね。鉄壁ですね、やっぱり。鉄壁はね、あのまあいいんじゃないって感じですか。いや、僕あんまり鉄壁押さないんですよ。あ、そうなんですね、はい、そもそも自分の塾のルートに鉄壁入れてないですから。お、なるほど、はい、あの要は多すぎる。あーはは、そうだから例えばターゲットをやる子はまずターゲットとかシスタンとか、うん、そういうのやればいいじゃんって思うんですよ。でさらに上のものをやりたいんだったらその後に足せばいいじゃんって思うんですよ、うんうん、最初からこれを分回す必要ありますから。そう、ただ例えば本当に進学校の子とか元々のレベルが高い子がそのある程度基礎的なこと標準的なことを確認しつつさらに上のレベルまでやって、うん、もうこれ一冊で終わらせちゃいたいっていう人は全然僕はいいと思います。ただもう世に広まりすぎて申し訳ないですけどセンター試験で120点ぐらいしか取れないような子が持ってたりするじゃないですか、うん、ああ6割、はいはい、意味がわからない、うん、自分のレベルに合ってない子が使っている、絶対覚えきれてない、うん、っていうのもあるので使い方を間違えてる人が多すぎる、うん、なるほどなるほど、っていうのはあると思います、うん、でも中身はその語源に着目して書かれているし絵とかも入ってめちゃくちゃわかりやすくなっているのでいいと思うんですけど、基本的に英単語だけにここまでの時間を割ける層っていうのはごくごく限られてるはずだから、うん、この参考書はむっちゃいい単語帳なんですけど、これがここまで売れすぎちゃってることが問題というか、うん、なるほど、そんなにだってこれ使いこなせる人いないはずというか、もう感覚ですかね。本としてはもちろんいい本ですけどね、まあ、それこそね、鉄力会やらしてる本なんで、うん、鉄力会に通ってるような子がやってるものですから、まあ僕の授業では辞書的に使ってる人も結構多いですね。あんまいいんじゃないですか、それは。総計とか、東大クラスでこれを、うん、参照者、僕が単語の説明するときとか、うん、これに書き足してることとか、ね、いろいろ参照しながらやってるってことですね。そうですね、まあそういう使い方もあるかもしれませんね。鉄壁の素晴らしさは私のチャンネルで出ておりますので、はい、著者直伝の、そうですね、はい、別に僕はダメとは言ってないんでいい本だと思ってます。じゃあ次どれ、どっちにしますね。じゃあリープ、はい、リープ竹岡先生の本で、まあ僕ね、リープはコンセプトとしてはめちゃくちゃ好きです。お、はい、要は、まあ、まず並んでる系なんで、はいはい、ターゲット系ですから、あ、そうです、好きなんですけど、まあ、個人的にはもうちょっと上のレベルの区切り方でも良かったのかなっていう感じですかね。それから2冊に分けていただいて、まあ、基礎編と標準編とか、うん、標準応用編とか分かんないけど、でも良かったかな。だからこれ全部やってもちょっといわゆる二次試験にシスタンとかターゲットまでいかないし、ただ共通テスト多分すごい意識されて作ってらっしゃるんで、うん、単語レベルこの辺でいいだろうということでやってらっしゃるかもしれないですけど、うん、コンセプトはめっちゃ好きですけど、使えるようにっていう4技能の、ね、ただこれだけ全部やって、例えば東大入試とか、うん、ね、早稲田の理工体言わないまでも、うん、国立大学の二次試験大丈夫ですっていうのがちょっと心配じゃないですか。なるほど、ぜひ、まあ、はい、後ろのね作品とかでどれぐらい知ってる単語があるとかね、そうですね、はい、それを見てもらえれば、はい、ちょっと僕はこれだけだと不安って感じですかね。でもうちの塾でも使ってる子はいますね。学校採用すごく多い、多いですね。なのでもう学校で配られてる人はもう一つこれやっとけと思いますよ、うん、これやって足りなかったら後で足せばいいんでね。じゃあ最後ですか、関先生のストック。ストック、はい、はい、ストックも好きな部類の本だと思います、うん、そのターゲット的な感じなので、はい、ただ、まあ、ちょっと基礎的なものが多い。これでも4言語を意識してるからだと思うんですけど、はいはい、ただやっぱ関先生らしいなと思うところもあって、うん、実践的な単語が多い。例えば東京の地震の話ですとか、アーティクル9とかあった気がする。なのでそういう実践的な英単語載ってるのは素晴らしいなとは思いますね。あとはでも表現的には基本的な並び方がされてると思うんでいいですかね。ストックとリープだったらちょっとリープかな。おー、はい、こっちの方が意味でまとまってるんで、若干鉄壁に近いというか、うん、例えば経済テーマでバババババって並んだりとかすると、うん、どうですかね、うん、まあ、どちらもね、まあ、一応 B2 レベルまでのねやつ。あ、そうですか。そして結構パスタン準1級使ってる人多くて、はい、パスタン準1級いいと思います。何かをやってから多分パスタン準1級、ね、そうですね、やっぱり何かしら、はい、まあ、こう何でもちょっとこれ難しいけど、うん、その辺とかこういうのプラスでやってる人が多い印象ですね、うん、めっちゃいいと思ってますね。はい、パスタン準一級、まあ特に単語帳としてはここに並んでるものと比べると、うん、申し訳ないですけど工夫は少ないですよね。あ、単語帳としては、ね、そのコンセプトとか、うん、その思想はあんま入ってないんで、うん、まあ、本当にこうターゲットに近いというか、うん、まあ、出る順
って書いてある通り、よく出る順に並んでるだけなんで、しかもその大学受験じゃないんで、あの英検なんでっていうのはありますけど、まあ、いわゆる難関大学レベルというのは準一級までの単語を抑えられていれば、まあ、ほぼ困らないというか、大学が求めているレベルには十分達していると思うので、その意味ではあのパスタン10級やるのはいいと思っていますと。ただパスタン10級だけだと基礎がないので、まあ、こういったものは基本的にやっておいた方がいいかなとは思いますと、はい、単語とか、あ、単語はまあ好き嫌い結構分かれますよね、 あの本は。単語の場合ペースが結構決まってるから、はい、なんか独学の子が結構その使いやすいっていうことが結構多いかなとは思いますね、うんうん、あとリンガメタリカ、あ、リンガメタリカは僕はめちゃくちゃ好きですけど、もう何度も動画で僕言ってるんですけど、改訂してくれと、改訂してくれと、もう時事ネタも入るし単語も入るし素晴らしい。だらそれこそ関先生はさっきのアーティクル9とかじゃないですけど、うん、そういうのをバーってもう並んでるんで、まあ、ああいう方が大事だと僕は思うんですよね、うん、読解で。要は最近よく出る文章だと、例えば AI のこととか出るじゃないですか。そういう時にも使われる単語ってやっぱりどうしても偏るじゃないです か、はいはい、ですね、だからそういうテーマをちゃんと知っておいたりとか、そこに出てくる単語をチラッと知っておくことだけでも親近感が湧いて読みやすくなって、やっぱ本番も戦いやすくなるのでめちゃくちゃいいと思います。ただちょっと古いくなってきているっていうのがありますね。皆さんそういったことを意識して、はい、はい、単語を選びに使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は単語を小場所さんにおいでいただきました。僕が単語ではないご説明おいでいただきました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。